はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 11で音が聞こえない場合の対処方法についてご紹介していきます。 Windows 11において音が聞こえない場合の対処方法としていくつかあるんですが、これから順番に説明していきます。なので一つずつその内容をですね、確認していただいて、試して、そして音が聞こえるようになったか確認をしてください。まず一つ目に、パソコンにイヤホンやヘッドホンなどを接続する、その接続先が間違っていないかを確認していきます。例えば今写っている写真のようにノートパソコンの場合であれば、イヤホンジャックとそれからマイクのジャックがそれぞれついています。そしてこの時に間違えてマイクの方に挿してしまうと、もちろん音は再生されませんので、正しいところに刺さっているかの確認、またイヤホンのプラグが最後まで刺さっているかも同時に確認しておきましょう。中途半端に刺さっていたりすると、もちろん再生されなかったり、片側から再生されることもありますので、最後までしっかり刺さっているかも確認しておきましょう。そしてデスクトップパソコンの場合は、パソコンの背面にいくつかジャックがあるかと思います。ノートパソコンよりも多くのジャックがありますので、どこに接続したらいいのかわからなかったり、間違えて接続する可能性がノートパソコンよりも高くなるかと思います。デスクトップパソコンの場合に背面に接続する先となるのは黄緑色のジャックになります。それ以外の場所に接続してしまっている場合は、この黄緑色のところに接続し直すようにしてください。次に、出力デバイス、いわゆる再生されるデバイスが正しく設定されているかを確認してください。確認の方法としては、タスクバー右下にあるこのスピーカーのアイコンをクリックします。そうするとこのように、このスピーカーの音量を調整することができるんですが、この一番右側のアイコンですね、こちらをクリックすることでデバイス選択に切り替えられます。そしてここで使用できるデバイスが選択できるんですけれども、例えば今画面のように2つですね、この選択肢がある場合、そのデバイスに対してイヤホンジャックが刺さっているかを確認していく必要があります。例えばこの下のサウンドブラスターの方にイヤホンジャックを接続しているにもかかわらず、この上のデバイスを選択してしまっていると、もちろんこちら側でしか、この上の方のデバイスでしか再生されませんので、そういった場合ですね、この下のサウンドブラスターの方を選択してあげる必要があります。そしてここで選択されているデバイスに関しては、左端の方にこの青いアイコンがつきます。これが選択されているデバイスということがわかります。なのでこの場合はサウンドブラスターの方が選択されているということがわかります。次に、マスターボリュームなどの音量が小さくなりすぎていないか、正しい音量になっているかを確認していきます。確認するには、タスクバー右下のスピーカーのアイコンを左クリック一度します。そうするとここで音量ゲージを変えることができます。これがマスターボリュームの音量になります。これとは別に、各個別アプリケーションごとにもですね、音量を調節することができまして、その音量が小さくなりすぎてしまっていると、たとえこのマスターボリュームで100になっていたとしても音が聞こえないといったこともありますので、確認してください。各アプリケーション、音量ミキサーを確認するには、このスピーカーのアイコンを右クリックをします。そうするとまた別のメニューが出ますので、ここで音量ミキサーを開くをクリックします。これで音量ミキサーの設定画面に切り替わりまして、画面一番上の項目のボリュームというのが、いわゆる全体の音量ですね、マスターボリュームになります。なのでまずこのマスターボリュームが小さくなりすぎていないか、ゼロになっていると全ての音が聞こえませんので、ある程度の音量を調整していきます。またこのマスターボリューム以外の各個別アプリケーションごとの音量を調節していくには、その下の項目、アプリという項目ですね、ここで調節ができます。ここで音が再生されるアプリケーションが全て一覧で表示されますので、例えば何かゲームなどを起動している場合は、そのゲームのアプリケーションの表示もあるかと思います。そしてその対象のアプリケーションにおいて、この音量を各個別で調整することができますので、例えば Google Chrome で YouTube を再生して音が聞こえないといった場合はですね、このアプリの Google Chrome のボリュームが小さくなりすぎてしまっている可能性があります。なのでこの音量を上げていって音が聞こえるようになったかを確認してください。また今言ったこの上のマスターボリューム、それからアプリケーションごとのボリュームですが、たとえこの音量を
100にしたとして、一番最大の音量にしたとしても、左側のこのスピーカーのアイコンのところクリックしていただくとミュートになります。このようにバツが表示されていると、たとえ100にボリュームが100になっていたとしても音が再生されません。このミュート状態になっている可能性もありますので、それぞれの項目でミュートになっていないかを確認してください。このミュートになっていた場合、もう一度このスピーカーのアイコンをクリックしてあげることで、このようにアイコンが変わりまして、これでミュート解除になります。アプリケーションごとにもミュートを行うことができますので、アイコンがバツになっている場合はミュートになっていますので、もう一度クリックしてミュートを解除してあげてください。これまで説明した内容を行ってもまだ音が聞こえない場合は、パソコンの再起動を行ってください。シャットダウンではなくて再起動していきます。なのでスタートから画面右下にあるこの電源のアイコンクリックしていただいて、メニューから再起動していきます。そして再起動後にもう一度音が出るかを確認してください。再起動をしてもまだ音が聞こえない場合は、ドライバーを再インストールしていきます。なのでスタートボタンを右クリック押していただいて、メニューからデバイスマネージャーを選択します。そしてデバイスマネージャーを開いたら、この項目一覧の中にオーディオの入力および出力というものがありますので、こちらの項目をダブルクリックしてください。そうするとこの項目が展開されまして、こんな感じでスピーカー、それからマイクといったこのデバイスが一覧で表示されます。そしてこのパソコンの場合であれば、一つのデバイスからこのスピーカーとマイクを使っていますので、例えばこのスピーカーのドライバーを入れ直すといった場合は、このスピーカーの項目を右クリック押していただいて、メニューからデバイスのアンインストールをクリックします。で、警告画面が出まして、このデバイスをアンインストールしますかと確認画面が出ますので、アンインストールのボタンを押します。これでオーディオの入力および出力の項目一覧からスピーカーのアイコンがなくなりました。これでアンインストール完了しましたので、この状態でパソコンを再起動していきます。なのでスタートボタンを押していただいて、右下の電源のアイコンから再起動していきます。そして再起動後にもう一度デバイスマネージャーを確認していきます。なのでスタートボタンを右クリック押していただいて、メニューからデバイスマネージャーをクリックします。そしてデバイスマネージャーの一覧からオーディオの入力および出力の項目をダブルクリックします。そして展開された中にスピーカーがあることを確認してください。インターネットに接続している状態でパソコンを再起動すると、このアンインストールしたデバイスが自動的にまた再インストールされます。このようにデバイスをアンインストールして、もう一度インストールし直しましたら、この状態でスピーカーから音が正しく聞こえるか、イヤホンから正しく音が聞こえるかを確認してください。